Thank you.
しもし。内なる声に応え、恐れず進む。心の向くまま、比類なきパワーで嵐に立ち向かい、そして打ち勝つ。カーブシティシリーズ。15歳の時、世界の終わりを。速報です。十四分街で強制フォローが突如発生。完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。十四分街に近づかないようお願いいたします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？十四分街、確か他のニュースだ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。
あそこだ。とっ捕まえろ。こちらは現在十四分街における捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。いや俺はニュース記者だ、聞こえるかこの様。いや窓だ、ニコの親分、窓から出られるぜ。楽勝、任せとけ。弾かれた、丈夫そうね。強化した防弾ガラスだ、おめえらの火力じゃ割れねえよ。なぜ研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ。噂よりイカれてるじゃない。よかった、起きる時間よビリー。頼むから目閉じるなよチーズ。おめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて、あっちだよ。ボス、治安局の航空隊だ。くそ、シャトやめ。なに、関ヶ組の〇を発見した。最大口径のやつを選べ。攻撃命令を確認。後でクレームを出してやっからな。
入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス、早速現れたわ。鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。なら、ここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビーデマラ、なんでもや、ジャト屋の従業員。ある事故により、私は現在、強制フォローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。これからのことを音声で記録していく。これで、万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのホロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にホローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてホローに入らないように。さもなくば。うわー、アンビーじゃねえか。よかった、お前もきっと無事だって信じ。うわー、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリー・キッドによく似ている。何言ってんだお前、俺だ、俺ビリーだって。昔ある調査員がホローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。調査員が偽の隊員をホローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをホローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはホローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私、その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーに誘いたい人は。あ、ディナー、そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。
待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様、警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ、ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか、あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む、火力支援は俺に任せろ。お前に会えてホッとしたぜ。私もよ。命中。おっと、危ねえ危ねえ。悪いな、個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえようにせめて急所を狙ってやるよ。ん？やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ！集中して。わあ、ボンミスだボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。うわ。彼の足元に金庫がある。本当だ。
ラッキー、わざわざ探す手間が省けたぜ。で、ちょ、アンビ何する気だ。彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は、やっぱりだ。エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。殺す。奪っちゃならねえ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ。エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。うわぁ！助け！消えろ！ダメだ！うわぁ！コアが現れた！まずい！もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ！そうだ、アンビ構えろ。え、それでは有志分害の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によればこれは治安局によるものです。違法暴力団関ヶ組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが航空隊の武力を借りたとのことです。
ですが、この情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、フォローに落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は中止分外に近づかないようお願いいたします。続きの報道は。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ、ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの、一生のお願い。こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたの、ニコ。確認したところ、店の外に不審者はいないみたいだ。安心して、跡はつけられてないし目もつけられてない。
やっとの思いで重視分外から抜け出したのは私一人よ。それならいいけど。もう分かってるわよ。市政選挙が近いから最近は特にピリついてるんでしょ。プロ棋士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし、それに。ニコ、ずいぶん慌ててるみたいだけど、今回はどの債権者に追われてるの？追われてなんかないわ。治安局とテレビエリーの暴れん坊記者にしてやられただけよ。それでビリーとアンビーがホローに落ちたの。二人を助けて依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。ホロー調査協会に救援を申請したな。私今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。ホローレイダーをやったってバレたら大変なことになる。それにあの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくか。ニコならやりかねない気もするけど。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをホローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ棋士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払うから。よし、取引成立。まだダメ？じゃあ追加で。あれ、オケなの？残念。追加の報酬を聞いてから引き受けるべきだったね。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。ん？何か聞こえたような。気のせいよ。無理をしないで、ニコ。ひとまずここで休んでてくれ。君には仕事の下準備として、後でイアスをホローの近くまで連れて行ってもらうからね。もう、あんたのボンプ分身ね。任せて。リンは先にニコの傷の手当てをしてくれないか。ホローへの潜入に向けて、僕が代わりに HDD システムを調整しておくよ。じゃあ仕事を始めるか。どう？聞こえるかな、ニコ。イアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。Yeah.
あの上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の油圧ロッドが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、黒騎士先生。ちょうどイアスを調整しなきゃだし、お先に休憩させてもらうね。ええ、プロ騎士先生とビリーは休んでおいて、私が周囲を警戒するわ。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトーン、相変わらず頼もしいな。えへへ、なんの、プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。ニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか、かの有名なパエトーンを探してくるなんて。プロ騎士先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上に、ホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ。治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ。もっと俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろう。エーテリアスの声。早くね、横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの御前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。ちゃんとついてきてね。道中での戦闘は任せて。もちろん戦いが長引いたら手を貸してくれると助かるけどな。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった。危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。道案内は頼んだぜ。何で言えんことか。
の振動は。プロキシ先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫、僕についてきて。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。フッフッフ、ここはフォローだぜ。俺たちおとなしく金を払えだと。俺がその条件を飲んだとしても、スターライトナイトはどうだかな。そんでもって、スターライトナイトが首を縦に振っても、ニコの親分が黙っちゃいねえぜ。くらえ、スターライトグローリー。エージェントビリーが銃を取り出し、ドアロックに銃傷を叩きつけています。ドアの開放を検知しました。またエージェントビリーの腕部外骨格が部分的に損傷しました。クソったな。行けばいいんだ。このまま進んで。了解、このまま進むぜ。え、待てよ、このまま進むだと。けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、リンの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。遅いよお兄ちゃん、やっとログインしたんだね。悪かったよ、さっきまでホローの出口の安定性を検証していたんだ。ビリー、アンビー、聞こえているかい。とにかくリンの言った進路については間違っていない。知っての通り、ホローの中は秩序のない混沌、
つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビ、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。それとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。僕たちを信じて。リンもそろそろ感覚同期を解除してもいいよ。それじゃあ店でお茶を。グッドラック。静かになった。普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃ。ビビ。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら二人とも乗って。ニコの親分。来たわね。ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎない？まさかまた信号を無視したんじゃないよね？そんなことないわよ。普通の青信号とアルチ255の青を通過しただけだから。ま、それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかったわよ。アンビ、アルチ255の青ってなんだ？あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払ってもらえないか？待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもフォローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。安心してニコ、今のはただの冗談だってちゃんと覚えてるよ。もう、パエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。赤画組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ？ここまで体を張る価値があんのかよ。ふふん、早速答え合わせをしましょう。これを見て。これ、ちょっと変わったペンダントに見えるけど、本当はメモリディスクだよね。ええ、これは小型のメモリディスク、シルバーヘッドの所有物よ。重視分外から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねえねえパエトーン、
なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いている。けど内部のデータを取り出すくらいでいいなら、リン、僕がインターネットの演算パワーを拝借して復元してみるよ。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。いつでも出撃可能よ。
見ないでく勝ったらあんたのおごりだぞ。出撃可能よ。私に命令を。勝ったらあんたのおごりだ。こいつでぶん殴られてえのか。何なりとご用命を。準備。ジャトヤにかかれば万事解決。いつでもいいぞ。準備完了。何かよ。出撃可能よ。私はあくまで技術屋だよ。よっしゃ仕事だ。あらプロキさん、何のご用ですの。操作とはここだよ。メイド長リナ、お使いいたしますわ。触りたい。ダメ。今度は重労働か。あ、疲れたな。銃が2丁なら出動?5分は出る?